出初め式には消防団員などおよそ3000人が出席し、今年は4年ぶりにパレードも行われました。長崎市消防局管内では去年1年間で101件の火災が発生、高齢者1人を含む4人が死亡しました。これからですね、ますます火災の発生しやすい時期となりますので、コンロを使うときにはその場を離れないとか、寝たばこをしない、でストーブの上には燃えやすいものを置かないといったことに注意していただきたいと思います。消防車など20台による一斉放水も行われ、参加した消防団員らは防火に対する決意を新たにしていました。